特許状を認めるマリー大特許状は、1477年2月11日に、ブルゴーニュ女皇マリーが、諸領法に授与した全20条からなる特権。ブルゴーニュ皇シャルルは、勢力拡大を目指して、ブルゴーニュ戦争を起こしたが、1477年1月5日に、ナンシーの戦いで戦死する。ブルゴーニュ皇いの後継者は19歳のマリーであった。混乱に乗じて、 フランス王ルイ11世は、ブルゴーニュ領に侵攻する。1月24日に、ブルゴーニュ宮廷は、シャルルトシ侵攻の死去を認めた。2月3日に議会が開会されるが、強権的だった、シャルルトシ侵攻に対する反発から、ブルゴーニュ領ネーデルラント各都市から請願が行われた。フランス軍の侵攻が迫る中で、マリーは大特許上に署名を行わざるを得なかった。 ベルギーの歴史研究家、アンリ・ピレンヌによれば、大特許上で認められた、様々な改革は、結果的に機能せず、ブルゴーニュルネーデルラントを統合していた、中央諸制度を破壊したものとされ、その意義は否定されている。ピレンヌの説に対しては、様々な異論がある。一方、ポール・ファン・ウッセルは、マリー側が、暴力に屈せず譲歩した点から、 イングランドのマグナカルタ同様の当時一般的な国政文書であり、連邦主義の講師であると評価し、エミール・ルースもこの説を支持した。孤立無縁となったマリー・ジョコーは、3月26日付で、婚約者マクシミリアンに救いを求める手紙を出し、8月19日に結婚するが、1482年3月27日に落馬事故で逝去する。マリーナキアと、 両方はマクシミリアンに反乱を繰り返す。最終的に1492年10月に反乱軍が敗北し、各都市は特権を剥奪され、ハプスブルク家による中央集権的統治が確立された。ありがとうございます。